について学習します。生息分数というのは我々が今考えている複層変数 Z というものを持つ関数 F について導入される概念です。この生息という言葉、関数の前につけた用語は聞いたことがない方が多いのではないかと思います。関数 FZ の定義域内の点 Z イコール A を考える、ここまでは通常の実数値関数の連続関数の定義と似ていますね。独立変数 Z が点 A に近づくとき、その経路の以下に関わらず極限が確定して存在するとき、W イコール FZ は点 Z イコール A で微分可能であると言います。この微分可能の概念で実数値関数と異なるところは、その経路の移管に関わらずというところです。この部分ですね。その経路の移管に関わらず、差分小が極限を持つとき、その極限値を Z イコール A における W イコール FZ の微分係数と呼んでいます。記号はこのような記号やこのような記号を用いて表す。この部分は実数値関数の定義と同じですね。微分可能という概念はすでに高校の頃から習っていて、この部分はその定義と変わりません。ここの部分も変わりませんね。変わるところはここです。言い換えますと、Z 方向の変動と W 方向の変動、この変動の小、F としては差分小、この極限というように書くことができます。ここですね。この部分は FZ と書くこともできますし、この Z イコール A たすデルタ Z と書くことによって、Z の部分が A たすデルタ Z、そして FA の部分をのように書きます。差分小は、ここの部分は A とデルタ Z を用いて Z を用いずに書くことができます。その代わり極限を取るものは Z が A に近づくということは、このデルタ Z が0に近づくということを意味しますね。ここで W イコール FZ が点 Z イコール A で微分可能であるということは、デルタ Z が0に近づけていけば、その経路の移管に関わらずに上の極限括弧2が確定した値を取るということになりますが、デルタ Z に変わるということですね。このようにしますと、Z が A に近づくということを、デルタ Z が0に近づくと書くことができて、その部分をここに代入しています。それから、Z イコール A たすデルタ Z というところを分子に用いています。ここの部分も高校で習っている微分の定義と同じです。変わる部分は繰り返しますが、ここのところ、この経路の移管に関わらずというところが生息関数、につないでいくための微分可能という概念の実変数関数での微分可能との相違点です。ある領域 D 内のすべての点で関数 W イコール FZ が今定義した意味での微分可能であるとき、関数 W イコール FZ は領域 D で生息であると言います。W イコール FZ を生息関数または解析関数と呼びます。もう一度言いますと、微分可能ということが保証されますと、これをもって W は生息であるという言い方をします。そのような関数のことを生息関数または解析関数と呼んでいます。この時、領域 D の各点 Z での微分係数 FZ を考えることによって W イコール FZ の同関数が得られます。同関数については実変数の関数の場合と同じ記号を用いています。この部分は高校もしくは、微分積分学、大学の1年生で学習している内容の拡張になっています。気をつけたいところは、生息関数と微分可能であるだけで、生息関数という表現をするということです。また、
生息関数以外に用いる用語としては同じ意味ですが、解析関数と呼ばれることもあります。また、実変数の関数の場合と同様に、W イコール FZ が点 Z イコール A で微分可能であるならば、FZ は点 Z イコール A で連続となります。これも微分積分学で習っていますね。実数変数の微分積分学の授業で習っている微分可能ならば連続であるというところ、複素変数に拡張してレポートとして提出してください。この証明を行ってレポートで提出するようにしてください。二つの関数 F と G が微分可能であるならば、関数同士の四則演算が許されます。また、微分は線形で、かつ、積の微分公式は実変数の時と同様に成り立ち、分数の微分も同様に二乗して、分子を微分して、分母をかける。また、分子、分母の微分の掛け算を引く。これも分数の微分の実変数版の拡張そのものとなっています。また、二つの関数、W1、W2 を考えます。この2つの関数が微分可能であるならば、合成関数を考えることができます。合成関数は、まず W1 を W2 で微分します。W1 というのは F ですね。F を W2 で微分をして、中身についてさらに微分をします。W2 を Z で微分したものを掛け算するということになります。ここまでは慣れているところですね。では、次の公式を証明してみましょう。これも差分子を取って計算をするということで、多項式の微分の計算。これ公式そのものですと言われると困るんですね。この部分をきちっと定義に基づいて証明してみましょう。このような定義に基づいた微分の計算というところは、他で説明します通りですが、しっかり学習しておいてください。